1976年の阪急ブレーブスでは、1976年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、上田理事監督の3年目のシーズンであり、2年連続7度目のリーグ優勝と日本シリーズ連覇を果たした。山口隆の加入や山田久志、足立光博などの活躍でもぎ取った1975年の 球団初の日本一の勢いそのまま前期の開幕ダッシュに成功すると一度も首位を譲らず前期を直近21で優勝。後期は8月まで難解が首位に立つなどやや苦戦を強いられたが最後は難解を逆転。結局後期も直近13を稼ぎ2年連続リーグ優勝。日本シリーズは4年ぶりに巨人との対戦となり、 第3戦まで3連勝するが、地元、西宮で、日本一を決められず、第6戦は0から7と、リードするがじわじわと巨人に追い上げられ最後は山田が、打たれて、悪夢のさよなら負け。このまま日本一は巨人かと思われたが、第7戦は、ベテラン、足立が粘り強い投球で巨人につけ入る隙を与えず、関東し、2年連続の日本一を、敵地、 高楽園球場で達成して、上田監督が胴上げされた。チームは6度目の正直で、西本幸男監督時代からの祝願だった、打倒巨人を、ようやく実現させた。投手陣は、エース山田が26勝を挙げるなど好調で、防御率は3.30と悪くなかった。打撃陣は123失策で、リーグワーストだったものの、本類だ、リーグ1位。 トールイスリーグ2位と長打と機動力出た球団を圧倒した。阪急が全校期間全優勝したため、プレーオフは行わずそのまま年間優勝。ありがとうございます。